天竜川駅から1駅、ここは浜松駅でございます。前の動画ではさわやかを食べたけど、今度は何するの？本日は静岡県の東海道線でよく見かける行き先、浜松について駅前を軽く散策しようと思うよ。駅構内には明和が。明和？浜松駅を代表する駅ビルです。なんかすごい高級そうですね。観光が上手じゃない。浜松には年に何回も行ってるんですが、相変わらず10年前と変わってなくて感動です。綺麗な雰囲気。北口はこんな風に開放的な雰囲気。ビルがいっぱい。ちなみにここから左に進むと遠鉄電車に乗ることができます。遠鉄電車、新浜松と西鹿島を結ぶ列車で、地元民からは赤電と呼ばれているそうな。キノピオ隊長のステージみたい。アクトタワーです。展望回廊が45階にある。すごい。これがバスターミナル？よく見るとバスターミナルが円の形になっています。独特な形。待合所でくつろごうと思ったのですが、バスを待ってない人が使うのはやめろと書いてあったのでやめました。こんな噴水もありますよ。噴水？この水を見ると泣けてきます。てか泣いてます。イエーイ。変な泣き方しないで。いやー、しかしとても景色が綺麗だ。ありえないくらい綺麗だ。別視点から見てみましょうか。緑が綺麗。この噴水も10年前から変わってない気がします。全体像はこんな感じですわよ。広い海岸とエスカレーターが2個。私は浜松の良さを伝えたい。ガブリール・ドロップアウトという神氏の漫画に描かれた聖地ですね。ここ駅前に行くだけで聖地巡礼ができる。まさにか。南口はタクシーとかがメインですね。駐車場もあるんですけど、規模はやっぱり北口に比べると劣ります。でもさすが新幹線駅、小さくはない。いやー、浜松に行くと感動も相まってなんか興奮してしまうんですよね。怖い。いやだって感動しませんか。こんな風に、ボビーガボバンババやら、こんなモニュメントも存在します。なんか芸術的。この世の全ては芸術である。私はそう思いますね。なぜならこれは20世紀、駅前にはリニア新幹線を開業させようぜという JR 東海の看板が。静岡県の利便性が向上。大井川の水の問題もあってなかなか進んでいませんが、開業すれば、最後に自称亭でなんか食って帰りたいわ。さっきさわやか食べたのに。前々から気になっていたので、かけそばですね。かつお節が乗ってる。わかめは乗ってないですが、これはこれでうまし。最後にホームに上がってあちこち見ましょうね。ここが浜松駅のホーム。向こうには313系の転換クロスシート車が止まってます。この駅より西は転換クロスシートも混在する地域となってきます。これはもう年季が入って置き換えが噂されている311系という電車。転換クロスシートです。ずるそう。もうかれこれ30年前の電車なんやで。そんなわけで211系の電車に乗って帰ります。オールロングシートなのはいいとして、この211系電車には最大の問題点があります。それは何？トイレ。